はい、今回はピックの定理とオイラーの多面体定理について話していきたいんだけど、最近ね、面白いネタをね、知ったんで、それをね、ぜひとも紹介したいなと。で、それは何かっていうと、まあ、木こり、まあ、木を切る職業の人たちの間で実践されてたプラクティスと。多分今はね、もうね、テクノロジーの発達で実践はね、されてないと思うんだけどさ。で、彼らはさ、森に入って木を切るんだけど、こんな風にね、領域、多角形で与えられた領域の木を切ると。まあ、いうのはね、よくあるんだって。まあさ、この平らんとこじゃないからさ、まあ川が流れてたりとかさ、こっち側は崖になってるとかさ、まあいろいろあって、こういうね、いびつな形、多角形の領域の、ね、木を切ると。で、そんな時に彼らはね、事前にこのね、領域の面積を知りたいと。つうのもさ、ね、自分の仕事量どのぐらいかとかさ、ね、木を何本切んなくちゃいけないかとかさ、まあね、面積が分かれば、大体さ、ざっくり分かるでしょ？まあさ、1平方メートルあたりのね、何本木が生えてるかとかさ、そういうのはさ、統計的なデータがあるんだからさ。まあね、それをね、面積に掛け合わせれば、木のね、本数とかもざっくり分かるよと。いうところで、彼らは、緑の領域の面積を知りたいと。ただね、今と違って昔は地図しかないから、どうやって面積を求めてたかという話なんだけどさ。で、そんな彼らの間に伝わるメソッドね、プラクティスがあって、それは何かっていうと、なんかね、格子点をね、こういうね、透明なプラスチックの板の上に移しといて、こいつをね、このね、領域の各頂点の上に格子点が来るように移動しますと。だからこんな感じかな。うん、まあこれね、ここはね、だいたいざっくりだからさ。でね、こんな風にね、各緑の頂点の上に格子点が来ましたよと。で、そんな時にね、この緑の領域の面積は次のように計算されますと。まず最初にこのね、緑の領域の内部にある格子点の数を数えます。1、2、3、4、5、6、7と。ね、7と。で、次に、このね、領域の境界上にある格子点の数を数えますと。だから、1、2、3、4、5、6、7と。で、そのね、境界上のやつは2で割るんだって。で、これが、この緑の面積ですよと。ね、これでさ、一見さ、ね、面積がちゃんと求まってるような気はしないんだけど、実はね、これはね、めっちゃ良い近似になってんだよね。それがピックの定理と、まあ、呼ばれるものなんだけどさ。で、この定理のステートメントはこんな感じで、ね、格子点上に頂点を持つ穴のない多角形 P の面積は、エアリア P っつうのは、N イントっつうのはね、P の内部の格子点数。ね、これはね、木こりさんが数えてたやつだよね。うん。足す2分の1の N バウンダリー。ね、N バウンダリーっつうのは、多角形 P の辺上の格子点数と、まあ、境界上という話だけどさ。そっからマイナス1すると。これがピックの定理と呼ばれるものなんだけどさ。だからさ、木こりのさ、話ではさ、まあね、すごいいい近似になってるって言うんだけどさ、ここはね、マイナス1があれば完璧だったと。なんでね、彼らはね、マイナス1しなかったのかっていうのはさ、まあよくわかんないんだけどね。うん、まあまあまあ、マイナス1しなくてもね、実際これだけで良い近似になってるという話なんだけどね。でもさ、これでさ、ね、面積が求まるっていうのはさ、結構不思議じゃない？例えばさ、なんか格子点用意して、で、ここでさ、なんかさ、多角形、まあ作るでしょ？こういう風にして。で、今さ、条件はさ、穴がないというね、条件だからさ、別にさ、すごいさ、変なね、形でもいいわけじゃん？こうやって。こんなのも、ね、ピックの定理で求まるよと。
内部の点数えて、ね、境界上の辺上の点の数数えて2で割って最後にマイナス1するって。でもさ、これでさ、なんでね、こんないびつな形のね、多角形の面積が出てくるんだいという話じゃん。それをね、今から証明していきたいなと、まあ思うんだけど、でね、この証明はね、今手元にある天書の証明という本に載ってたやつをちょっとね、変形させてね、証明すると。まあね、変形の仕方はさ、次元を上げると。うん。3D 化と。いう話なんだけどさ。で、それを証明していきたいなと。で、その中で、ね、オイラーの多面体定理を使うと。で、これは何かっていうと、まあね、トポロジーのね、話なんだけどさ。だからね、わかんない人にはね、ちょっとね、難しいかもしれないんだけど、まあ言わんとするところはね、具体例を挙げればわかると。で、このステートメントは、球面二層同型な多面体はと。で、球面二層同型って何だろうという話なんだけどさ。これはさ、連続的にね、変形させると、球面になると。まあそういう話？うん。で、そういうね、多面体。つうのは、ね、頂点の数 V、辺の数、ね、E、エッジ、面の数 Face、F、V はバーテックスね。について次は成立しますよと。V 低い ETF が2になりますと。で、これはさ、実際さ、具体例挙げると、まあね、すぐ理解できると思うんだけどさ。例えば、立方体と。で、こんなのはさ、ね、連続的にさ、変形させれば、球面になるでしょ？で、これのさ、ね、バーテックス、頂点の数は ?1,2,3,4,5,6,7,8 と。うん。8と。で、次に、辺の数は ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と。うん。最後に面の数と。まあ、これはさ、6面体だからさ、6というところで、ね、2になるでしょ？他にも、ね、四面体なんかも同じと。で、これは、頂点の数は、まあ、4でしょ？で、エッジの数は、1,2,3,4,5,6、6と。で、最後に、面の数は、まあ、四面体なんだからさ、ね。四、四、面、だからね。4と。で、同じように2になると。まあ、こんな感じでさ、ね、面の形っていうのは関係なくて、球面二層同型の多面体については、ね、成り立つよと。まあ、そういう話？うん。で、これをね、使って、ピックの定理を証明していきたいと。で、証明に入る前に、まずね、二つの補題について話していきたいなと。まあこれはね、証明しないんだけど。で、まず最初は基本三角形の面積は二分の一という話なんだけどさ。基本三角形っていうのは、ね、こういう格子点があった時にね、格子点上に頂点を持つ三角形で、しかも、三角形の内部に他の格子点がないと。こういうね、三角形のことを基本三角形と、まあ、言うんだけどさ。例えば、こう行って、こう行って、こうとかさ。うん。まあ、こういうのはね、全部基本三角形と。まあね、こんなやつも基本三角形だけどさ。で、こいつらの面積は2分の1ですよと、まあ、言うのが証明できると。まあこれはね、自信のある人は自分でね、証明してほしいんだけどさ。まあこういうのが成り立ちますよと。で、次。で、多角形が与えられたときに、その多角形、まあこの多角形はさ、格子多角形ということで、で、頂点が格子点にある多角形のことなんだけどさ。で、そんなのがね、あったときに、そのね、多角形は、基本三角形で分割できますよと。まあ、これもさ、考えたらさ、当たり前っていうかさ、
なんか多角形、ちょっとねあんまり大きくするとめんどくさくなるんで、まあこんなね形を用意したんだけど、でこんなね多角形が与えられた時、まあこれはさ各頂点がね格子点にあるからさ格子多角形なんだけどさ、でこういうやつが与えられた時にこいつは基本三角形で分割できますよと。例えばこういってこういってこうこういってまあこんな感じかな。うん、まあね分割のね仕方はね一時性はないんだけどさ、まあこんな感じでね全部基本三角形ね、内部の格子点ね通る三角形で分割できますと。まあこれはさほぼ自明だと思うんだけどね。うん、でこの2つの補題を使って、ね、ピックの定理証明していきましょうと。で木こりのさこのさこれを使おっか。うん、せっかくだからね。で格子点も用意しなくちゃいけないねと。まあ、こんな感じかな。こういうね多角形ね P が与えられた時にこの面積は何ですかということなんだけど、まずね補題を使ってこいつはさ、ね、基本三角形に分割できますよというのがわかるじゃん。こんな感じでいいかな。漏れないよね。うん、多分大丈夫だと思う。まあまあちょっと間違ってたのね申し訳ないんだけど、でこんな時にまあ、N デルタで基本三角形の数としましょうと。でもちろん、ね、N のインテリアと N の、ね、バウンダリーは、ね、数えられますよねと。まあこれはいいよね。うん、でこの時にね P の面積っつうのはさどうなりますかと言うと、基本三角形で分割されてますよと。で基本三角形は今 N デルタコありますよと。しかもさ基本三角形っていうのはさ面積がどんなね形であれ2分の1というのが分かってるから、これはね2分の1の N デルタというふうになってますよと。これいいよね。だからこのね2分の1の N デルタというのね、どういう風に表せるかというのをね見ていきたいんだけどさ、でさ今さこれってさ平面上のさ図形じゃん。でこれをねちょっとね立体的にしたいのね。でさ今さこのさ緑の図形をなんかさテントの床と思ってもらって、このさ上にさ、ね、テントのね頂点をつけて、そっからねこのね辺上の格子点に線をね出すということを考えましょうと。でそれがさこんな形、うん、になるはずなんだけどね。よいしょ、これはいいかな。これ立体的にしたのね、これをね平面的なのをね、この上にね点を作って、そっから線をね引いてると各格子点にと、まあ、そういう話。うん、でもちろんねここにさ格子点あるじゃん、このエッジ上に。だからさここにさ線はねこう出てるんだけどね、こっからピューっつってね。うん、で奥側にもさここもあるのかな。うん、だからこのね上からねこういう風に出てるんだけど、つまりさこのねテントの床がさこういう風にさ基本三角形で分割されてるじゃん。で上にさ頂点つけてこういう風に辺をさ出すと三角形で分割されるということで、こいつはさ結局連続的にね動かせば球面になるでしょうということで、オイラーの多面体定理が使えると。つまりね、頂点引くエッジの数足す面の数つうのが2になりますよとね、これに関してと。じゃあね
これの V と E と F を数えていきましょうと、まあそういう話。うん、でまず V について、まあ、数えていきたいんだけどさ、まあ、V っつうのはさ頂点の数じゃん。で頂点の数ってさ、このポリゴンの多角形の、ね、内部の点の頂点っつうのは何になってましたかっつったら N のイントだったでしょうと。さらにはこのね辺上のね頂点の数っつうのは N のバウンダリーでしょうと。最後に今さ立体化したからさ 3D 化したからさ、ここにさ1点追加したじゃん。だからプラス1と、これが V になりますよと、まあ、これいいよね。で次にさエッジの数求めたいんだけど、今さこのさこのさテントの床っつうのはさ基本三角形で、ね、分割されてんだよね今ね。まあ、さっきとは全然違うさ分割になっちゃってるけどさ、まあ、イメージとしてね、うん、こんな感じで三角形、基本三角形で分割されてますよという話。うん、だからさ基本三角形一つに対して辺が三つありますよというのがわかるじゃん。で今基本三角形の数っつうのは N のデルタというふうに置いてあるからさ、つまりね3倍の N デルタと。たださここで問題があってさ、例えばこいつとこいつとかさ考えた時にこのさね、この2つのさ基本三角形の間にあるねこの辺がさダブって数えちゃってるじゃん。そうだよね、だからさ2で割んなくちゃいけないよねと、まあいう話。だからさここをさ、まあ、2で割りたいのね、2と。たださ問題があってさ、このさ周囲のさ辺つうのは1回しか数えないじゃん、こことかさ。そうだよね、ここっていうのはさ2つの三角形の、ね、間にないんだからさ、だからわざと周囲の、ね、辺をダブらせると。そして2で割れば、ね、ぴったしこのねテントの床の、ね、エッジの数になりますよねと、まあそういう話。じゃあさこのね多面体の周囲に辺はいくつありますかという話なんだけど、まあさそれはさ頂点の数と同じでしょうということで、これは N のバウンダリーと。まあこれはさね六角形の辺の数は6個というのと同じと。辺が6個あるのと頂点が6個あるのはねイコールですよということでね、意図的に、ね、周囲の辺の数を足してダブることにして2で割ると、これで床のエッジの数が分かりましたと。であとはこれ立体化したからさ、このさ上のさ点から出てるエッジもあるでしょ。でこれっていくつありますかということなんだけど、これはね N の BD と、まあ、こうなるのも分かるよね。つまりここはね簡単にするとここはね 3NB か、うん、まあこういう風になりますよと。で最後にフェイス面はいくつになりますかと、まあいう話なんだけどさ、これはさテントの床はね基本三角形で N デルタ弧で分割されてますよと、 N デルタと。それでこの立体化したんでね、ここにさ三角形の面が出てきてるでしょ。でそれいくつありますかというのは、これも N のバウンダリーとね、このね周囲の辺の数、上でやった方がいいかね、このね周囲の辺の数だけありますよと。まあこれはね格子点が取る場合はここはね格子点ごとに数えていくんだけどね、うん、でこういうね3つの式が出てきましたと。さてね、あとはさっきの
オイラーの多面体定理 V-E 足す F イコール2と、これを組み合わせて計算したいんだけどさ、まあね、このね VEF を全部ねこいつに代入しましょうと、うん、代入とすると、まあこんな式になるのかな。で今1とこの2はね1にできて、あとは何もなんないか。じゃあ、ね、このままね計算していくと、 N イント足すバウンダリーはこいつとこことここがあるからさ、このバウンダリーとこのバウンダリーで2バウンダリーでしょ。そっから2分の3バウンダリー引くから2分の1のねバウンダリーと、で N デルタ、 N デルタね、ここでね引き算するとマイナスの2分の1の N デルタイコール1と、まあこうなるよね。2分の1の N デルタを右側に持っていって1を左側に持っていくと2分の1の N デルタと。で実は2分の1の N デルタっていうのはね、ここでねさっきね計算したように2分の1の N デルタっていうのは P の面積ですよということで、こいつは結局エアリアの P ということで照明が終わりと、うん、美しいですね。 N イント足す2分の 1N バウンダリー引く1が、ね、P のエアリアですよと。で3次元にして立体的にしてオイラーの多面体定理を使ったと、まあこういう照明なんだけどね、うん、これめっちゃ美しいと思うんだけどね、どうだろうかな、うん、だからさあのさ一番最初にさね、ここにさ穴のないという条件があるんだけどさ、これはさ結構重要で、つうのもさテントのね床にね穴が開いてるとするとオイラのさ多面体定理が使えないじゃん。つうのもさね連続的にさね救命にできないというところで穴が開いてちゃいけないつうのはね効いてくると、まあそういう話なんだけどね、うん、まあね穴のある場合は結局ここのマイナス1じゃなくてね穴のある分このマイナス1のところちょっとね穴の数で調整するということがね証明できるんだけどね、まあその辺はね知りたい人はね本とか、まあ、自分でやってもいいと思うんだけどさ、うん、まあね考えてみてほしいんだけどさ、ちゅうことで今回はねオイラーの多面体定理を使ってピックの定理を証明してみました。じゃあ今日はこの辺でバッバーイ。